これで全員だな。あれから1週間、正直これからどうします？風花は？ゆかりちゃん落ち着いてるね。混乱してても始まんないでしょ。この1週間ここのムードも最悪だし、誰もタルタロスへは行かないし。確かにそうだな。人という生き物は7日を過ぎるとどんな環境にも適応を見せるらしいがな。どうだみんな、そろそろ冷静に話してみないか。真田さんはもう決めましたか？さあな。だが逃げる気はない。ニュクスと戦うということか。どんな相手かもわからないし、倒せない存在って話したけどな。お前こそ涼しい顔して本音はどうなんだ？正直自分の死についてこんなに見つめたことはなかった。しかしどちらかを選択せざるを得ない。苦しいよりは楽な方がいいさ。だがそれで彼を殺すというのはな。それにどのみち死ぬという点も気に入らない。じゃあ涼二君には何もしないってことで一致ですか？お前はどうなんだ？私はその確かにどう死ぬかとか言われてもそんなの選べないよね実際。っていうか順平は決めた？いや。どうしたの？あ、もしかして怖い？お前なんだよそのノリ。冗談言ってる場合かよ。純平、死ぬって話だぞ。怖いに決まってんだろ。みんなも何ご立派なこと言ってんだよ。絶対死ぬって意味考えたんかよ。じゃあどうするんだ？殺すのか彼を。俺にできることなんかないっすよ。殺せんのは抱えてたこいつだけなんだし。なあ、大体お前のせいじゃんか。そんな偉いもん抱えながら気づきもしねえでさ、お前が育てちまったんだろ。お前のせいみたいなもんじゃねえか。純平、なんとかしろよ。お前特別なんだろ。やめなよ純平、彼のせいじゃないよ。今まで抱えてきてくれたから私たちまだこうしてられるんじゃない。クソ、分かってんだよ。けどさ、頭じゃ分かってたって、解決しねえって分かってたって、怖えもんは怖えんだよ。私もだよ純平君。平気なやつなんていない。俺だって怖い。そうだな、私も正直震えが来るほどだ。生まれて初めてだな。みんな同じだよ、私だって。さっきはあんな風に聞いて悪かったけどさ、でも私忘れるなんて嫌だって。ここに来ていろんなこと分かったから。私ゆかりっち悪い、グダグダ怒鳴ったりして。今の純平に偉そうなこと言える人本当はだから気にしてないってね。
お前が謝るこっちゃねえんだ。分かってんだけど、さっき悪かったな。よし、もうこういう半端な集まりはなしだ。どの道彼が再び現れるのは大晦日だ。それまでは普段通り過ごすことにしよう。まだ時間はある。それまでよく考えてくれ。